まずはみんなに予想してもらったイラストは公開していきたいと思う。早速見ていきましょう。一つ目はブイブイさんからいただいたものですね。ブイブイブイドドン、かわいいなんかちっこくなっとるけども、あれだね、 FPS やってそうな感じだね。うん、キャワタンになっとるなリスそのものになった祭りだ。でも確かにモコモコ感といいさ、こんな感じだったからさ、シルエット、まあ、こんなあのマスコットキャラではないんだけどそう、キャワタンのリスになっとるね。え、あ、でも確かに他の V とかに入れそうなかっこよさも兼ね備えておりますな、うん、続いて ZT さんからいただいたものこちら。なんか普段着感あって良いね。このね、今着てる地雷服みたいなやつもあの上着着れるんですけど、なんかそういう感じで着崩している、それっぽいね。すごい可愛い。んでもって祭りすがおるやんけ、この肩のところにおる祭りすも一緒やん。若干5歳を感じる。5歳っぽい、幼い。ねねちの横に並べるかな。ねねち感もちょっとあるよね。でもって髪の毛を下ろして、なんかね、結構その今これは耳が生えてんだけど、耳なのかそれとも髪の毛のお団子なのかっていうね、論争もねありましたよ。どっち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 、耳か髪の毛か、あれは一体何なんでしょうねじゃあ続いてアイネさんからいただきました。かわいい、めちゃめちゃいいね。これアイドルだね。これかわいいね。これはいいね。祭り好みでもあるのと、祭り様ちゃんといて超絶かわいい。色合いがさ、センスありすぎるな。足のこの太もものエッチじゃん。これいいね。これ普通に新衣装として出してこれ欲しいな。可愛いな、祭り好みな。なんか可愛らしく、そしてお腹も肩も出しつつ、太ももがエッチじゃんっていう感じのやつ。ガーターリングエッチじゃんもう一着入りますっつって、いや欲しいわこれは。ちょ、期待しておきましょう。続いてはですね、あぶりかぶりさんからいただきました。ありがとうございます。怖いよに食われたんかな。なんか覗いてんの？首？どこかわかんないけど覗いてんだよ。祭り、この妖怪に取り込まれとるやんって、怖いよこれな、どういう脳みそしたらこれが書けるん？あ、でもこれ書いた人はこういうのが好きで書いてんのかな。こんな祭りちゃんだったらいいなって、祭り泣いちゃうけどな。俺は取り込まれた祭りちゃんが性癖なんだとか言って怖いよー、産地チェック入っちゃうよ。続いてはお国さんからいただきました。これはエッチだね。ヘッドパーツ、あ、なんかさ、あのゲームとかに結構出てきそうなヘッドパーツ、いいね。謎のシルエットいたね。祭りすがいいしてんのかなって。この祭りすのイラストかわいいなジャケットなしエッチすぎません？エッチだなこれは。これはいいですね。これね、スーツがねいいですね。このピチッとした感じピチッと感。祭り16歳なんですけど、16歳にこの服はちょっとエッチすぎませんか？これ多分ホロライブが許さないのではないでしょうか祭りは好きだけど、ホロライブこれ通んないんじゃな
かな。でもパーカーめちゃめちゃ可愛い。ジャケットか、ジャケット可愛いから普通に欲しいよね。グッズ化したい。ちゃんと砂肝も折って可愛いです。じゃ続いておしるこさんからいただきました。ありがとうございます。うっちクソガキになっとるよ。クソガキサキュバスなんよこれは。グオ、でも可愛いね。君のうんうんをもらいに来たよっつって全部絞り取りに来たよ。ザーコザーコーって首輪と首輪でつながれてんのもいいね。まつりさほっぺわいってなってるけど、うん、続いてカラカリさんからいただきました。これ別の人なんよ根っこになっとんよ。これ祭り要素なくなっちゃったんよまあ確かにね、ねねっち大好きだけどね、祭りの新衣装枠を一枠使ってまでも根っこ衣装出そうとはちょっとあんまならんかもしれんということで続いてシーラさんからいただきました。ありがとうございます。おお、ロボ系な、なんて言うんだろう、ロボに乗っとんのかな。これなんか操縦してる、かっこいいな。ロボだ、合体してる、トランスフォーム、かっけー。中どうなってんのかな、ピチピチのスーツなんかな、またでもさ、男の人ってさ結構そのピチピチスーツ好きだよね。エッチなやつ、祭りも結構好きうん、ありがとうございます。ロボ色祭りになりますよ、うん、続いてコンタさんからいただきました。かわいい、ゲーミング女子感というかかわいいな。んでね、中のねお洋服も今時の女子感あってすげえかわいい。超かわいくない？これこそさ、V ポットがさ入れそうな服な感じするよね。見てこのスカートの短さ、かわいいわ。まつりせもちゃんとおる。めっちゃ短いね。パンツ、多分後ろからさ、見てさ、まつりがさ、なんか物を落としてしゃがんだら見え、あ、でも、あれか、ジャケットがさ、思ったより長くなってるから、意外にいけんのかな？意外にいけるかも。見えないでいけるかもしんない。パンツは、見えっていうのがいいからな。見えたらロマンなくなるから、見てっていうのがねわかるーっつって、さすがさすが同志だ続いてはシノムさんからいただきました。ありがとうございます。